ろいろ歴史を話して。この春日神社は中が宝安殿、昔天皇皇后の御影を教育勅願が飾られておったものでございます。そしてこの中には春日神社宝山会が現在管理をいたしております。春日神社木造三重番神立像が入っております。この三重番神がこの中に入っておりまして、蕨市の現在無形文化財となっております。この30体の仏像は江戸時代、初期にできたものでございまして、大変、立派なものであります。どうぞご縁がありましたらご拝読いただければ幸いでございます。ありがとうございます。